どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆこるです。今回なんですけども、こちら裏まんじゅ皆さんやりましたか？まあぜひともですね、初クリアはね石1個ももらえますし、目指してみてほしいんですが、まあ今日はですね、この裏まんじゅのおすすめ編成をね、5種類紹介していこうと思います。ただ5種類紹介するだけではありません。今回の動画は裏まんじゅ最強リーダーランキングトップ5ということで、まあ、ゆうこるチャンネルですね、めちゃくちゃ裏まんじゅやってるんですよ。こんな感じで、ほんといろんな編成でね、裏まんじゅやってるわけなんですが、まあそんな僕が使った中の編成でですね、まあどれが一番強いかって話をしていこうと思います。はい。ということで、もう今日は早速ね、裏まんじゅチャレンジ最強リーダーランキングトップ5やっていこうと思います。早速まずは第5位からですね、紹介していこうと思います。やっていきましょう。さあ、まずは第5位ですね。第5位はこちら、ダイヤゴールドグリーンガチャダラですね。はい。まあ、ガチャダラはやっぱりね、変わらずめっちゃ強いです。まあ、強いて言うなら、指現象がちょこちょこあるのと、まあ、あとは9階層でルーレットが来ることぐらいかな、うざいところとしては。もうそれ以外は本当にガチャダラ負ける要素もなくて、すごい安定してるリーダーかなと思います。はい。で、まあ、27ターン変身の6ターン変身してあげた後、冬10強2つ4色2つで火力出してね、3ターンで打てる6解除6色陣、ダメージ無効、貫通属性吸収無効もめちゃ強いですね。リーダースキルも全パラ 2.5 倍半減あって、かなり優秀なキャラクターということで、まあ、とりあえずガチャダラ使っておけば、まあ、勝てないダンジョンはないって感じではあるので、当然、裏まんじゅに関しても、さ、トップ5には入ります。はい。まあ、ただ、なんで第5かっていうと、別に裏まんじゅって割合対策が必要ないんですね。そう、特に大きいグラビティが飛んでこないので、このダイヤネイガチャダラソニアガチャダラって問題なく運用できるんですが、割合が飛んでこないことによって別にガチャダラである必要性もそこまでないんですよね。やっぱガチャダラのいいところって440% 割合とかを軽減ループだけで対策できるっていうところに魅力があるわけであって、別にそこまでガチャダラを必須で使う必要性はないので、もちろんトップ5と言いつつもですね、めちゃめちゃ安定して勝てる視点で当然強いね、キャラクターではあるんですが、まあ、今回のランキング見てもらえればね、納得できるかなとは思います。はい。まあ、ということで、まずは第5位ね、ガチャドラがランクインでした。さあ次行きましょう。あ、ちなみにおすすめ編成は概要欄に貼っておきます。はい。さあ続きまして、第4位はロイヤルノーチラスですね。はい。まあ、このキャラはどうしてもボスに対して相性が悪いから評価下がってしまってはいますが、それでもめちゃめちゃ最適性クラスのリーダーですね。はい。でもロイヤルに関してなんだけど、このキャラクターはとにかく10強4つ L 字3つで火力出せるところがめちゃめちゃ強いです。でも L 字組むだけで簡単に道中突破できて、ボス階層も4パンできるというところに魅力がありますね。そうで、まあ遅延4つ神キラーにとって火力も出せるところもすごく強いです。はい。でロイヤルって最近順位ちょっと下がりがちだったんですけど、なんでかっていうと、例えば裏千住だったらスキルループを対策されたりとか、あとは奥長だったら割合対策をする必要があったりして、回復力を補う関係でめんどくせえって使われてなかったんだけど、まあ、そもそも強調とかを思い出してもらえれば分かる通り、こいつら割合がない限りは最強リーダーなんですね。マジで割合ない限り最強なんですよ。ロイヤルももちろん同じ話で、こいつ割合がない限りは最強なんで、結局 L 字で簡単に火力出していけちゃうんですよね。そうで、裏まんじゅに関しても道中もサクサクで、ボスに関しても簡単に耐久できるということで、評価めちゃめちゃ上がっております。はい。何よりロイヤルのいいところは、道中のパズルミスとかでも自動回復のおかげで負けないんですよね。クリア勝率がめちゃめちゃ高くて。そう。で、まあ今、スオーっていうね、9ターン、9ターンダメージ軽減の、あとは1コンボ加算とかっていうコンボ加算ループも増えてますから、そういう点もあってすごく使い勝手良くなってます。あとはロイドフィオナの2コンボ加算とかもね、あったりして、コンボ減少対策も比較的しやすいサブが増えているので、ローチャラスはさらに評価上がってるかなと思います。すごい汎用性高いリーダーでね、特に割合がない裏まんじゅにおいては最強クラスの性能を誇っています。ということで第4位はロイヤルでした。次行きましょう。続きまして第3位ですね。第3位はこちらになります。はい。黒飛びですね。はい。まあ、黒飛びに関してはバインド封印スキブ3つの27ターン変身で変身できるキャラになっております。はい。まあ、変身後はバインド封印10強4つスウェイ4つボイス持ちで火力出せますと。そうで、スキルも2ターンで上限60億6解除し、水闇回復音屑生成が2ターンで打てます。はい。まあ、このキャラに関してはロイヤルよりパズルはとにかく楽ですね。で、2ウェイ組んだけで火力出せますし、リーダースキルも水闇回復4コケシッコにつけ攻撃力 1.5 倍1コンボ加算、水闇同時で 78% 軽減、攻撃力8倍となっております。はい。まあ、すごく優秀なリーダーかなとは思います。まあ、黒飛びの、まあ、なんて言うんだろう、ちょっと弱い点として第3位になった理由としては、やっぱり11階層の曹操だったかなの対策がやっぱり安定しないところ
やっぱり一個懸念点に挙げられるかなと思っていて、そう、やっぱどうしてもね、ベイ組んでいく編成なんで、そこが安定しないっていう問題点だけがあるかなとは思いますが、まあ、それも別にね、せっか積んでる場合だったら指延長で対策できますから、そういう弱点に関してもサブで全然補えますので、まあ、間違いなく最強リーダーの一人だと思います。はい。まあ、ただ、黒飛びは、現環境トップクラスのリーダーであることは間違いないんですけど、今回の裏マンジュにおいては3位ですね。まあ、理由としては、わざわざ黒飛びを使う必要性がないからです。もうそれで終わり。裏マンジュって簡単なんですよ、ダンジョンが。だから別に黒飛びがオーバースペックなんですよね、言うなら。黒飛びが本当に強いのは、奥鳥とか裏千住とか、そういうダンジョンにおいての話であって、裏マンジュは結局、火力が高いとはいえども、割合が飛んでこないんですよ。そう、割合が飛んでこないダンジョンって、例のキャラが使えるので、まあ、その時点で別に黒飛びを使う必要性があまりありません。まあ、ということで、78% 経験持ってるすごい優秀なリーダーではありますが、第3位くらいですね。まあ、ただもう、ここら辺から裏マンジュもほぼ 100% 勝てるような安定変数になってくるので、すごい強いリーダーになっております。さあ、続きまして第2位行きましょう。さあ続きまして第2位ですね。第2位はもちろんこちらウルフデイトナですね。はい、ウルフデイトナはもともとねマンジュにおいても最強リーダーの一角でしたが、当然裏マンジュにおいても最強リーダーです。はい、スキブ後の27ターン変身で6ターン変身して最終段階変身しますが、まあ、10強3つ上6個で火力出せるんでね、まあ強いですね。そう考えると黒飛びも火力やべえな、マジでな。で、こちらウルトのねスキルやっぱ上限60億 HP40% 回復、ランダムで火水光4個ず生成が打てますから、まあ強いですし、そもそも裏マンジュって敵の攻撃力めっちゃ低いんですよ。で、ちょこちょこ高火力が飛んでくるだけなので、ウルトナにもめちゃめちゃ適性があるダンジョンなんですね。毎ターン高火力飛んでこない。しかも割合もない。となったらもうウルトナは最強だ、最強です、間違いなく。そう。で、まあ HP5.2 倍、攻撃力 5.2 倍もあって、水、火、光、同時で攻撃力7倍、4コンボ加算、固定ダメージと、まあどう考えても強いですね。もうウルトナ使っとけば、とりあえずボスもバンバンワンパンしていけるので、そういう点からもね、すごく優秀なリーダーになっていると思います。はい。ということで、まあね、もうウルトナは説明する必要ないと思いますが、とにかく負けません。とにかく負けないし、とにかく強いリーダーだから、第2位です。もうそれでよくない説明。とにかく強いし、とにかく負けない。だから2位です。もう当たり前よね。黒飛びとかはもちろんパズルミスで負けたりとか、回復がね、弱化ドロップ踏まれて負けるとか、ちょこちょこあるにはあるんですけど、まあ、そういうのも全部ないです。はい。まあ、C って言うなら、3階層かなのファガンの5、4番面弱化の時に光が欠損してるくらいでしか負けません。まあ、ただそれは結局黒飛びに関しても、なんていうの、次の階層の先生の都合上、どうしてもねそこ運要素入るので、まあ、これは別に変わったことじゃないので、ということで第2位はウルフデイトナとさせていただきます。まあ、間違いなく最強リーダーですね。裏マンジュにおいてはもうこれ使っとけばいいと思います。ラスト、まあ、一応1位いきましょうか。最後第1位は、まあ、もちろんこちらですね、リズレットジニーです。はい、もうリズレットジニーは圧倒的な1位ですね。はい、もう裏マンジュはリズレットジニー組める人は他の編成一つも使う必要がありません。理由は10分から13分で安定攻略できるからです。黒飛びも早くて15分とか、ウルトナも早くて15分とかなんですけど、ジニーは早くて10分です。はい、まあ当たり前なんですよね。割合が飛んでこないダンジョンにもかかわらず超つなぎして軽く出していけて、ジニーリズレットね、そう、道中ほとんど木の超つなぎして破壊していけるんですよ。で、ところどころ高火力の攻撃はありますが、そこだけね軽減スキル打てばいいだけなんで、もうそれ以外一生強いんですよ。例えばなんて言うんだろうな、まあ、ジニーリズレット使う場合に関しては空間とかかな使ってあげると 75% 激減あって、スキブ8個あったりするんですけど、そう、激減スキブ8個、これだけでもうめんどくさい場所全部対策できるんですよ。で、割合も大して強くない。火力も大して強くない。まあ、そしたらもうリズレット時に使っとけば間違いないんですよね。まあ、これ1位は、実際に使ってない、もしくは、この編成を知らないと、意味わかんないと思うんで、とりあえず動画見てください。動画見たら誰も文句言わないと思います。もうこれは圧倒的で比にならないですね。ここまでの2位から5位を1体も使う必要がなくなるぐらいにはぶっ壊れてるリズレット時にが第1位にランクインでした。まあ、当然もうクソ強いんで、まあ、ぜひ詳しくはね、動画確認していただければなと思います。はい。なんかね、リズレットジニーは、まあ、協調みたいなダンジョンにおいても今圧倒的1位なんですけど、とにかく速い、とにかく強いの、もう2点セットですね。で、負けません、当然。当然負けないし、超強いということで、まあ、裏マンジュ最強リーダーランキング決めるとしたら、圧倒的な1位だと思います。ということで今回は、裏マンジュ最強リーダーランキング突破5を紹介する動画でした。まあ、正味ね、第5位から第1位までテンプレ編成組んでもらえれば、めちゃめちゃ簡単に勝てるキャラとしてなっていますので、もし組める人は使ってみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。